プレーリーはアメリカ海軍の補助巡洋艦。後に駆逐艦母艦に改装された。当初の船名はエルソルであり、1890年にペンシルベニア州フィラデルフィアのウィリアム・クランプ・サンズ社で建造された。海軍は1898年4月6日にサザンパシフィック社から購入し、1898年4月8日にニューヨークで艦長、 CJ トレイン中佐の指揮下プレイリーの官名で収益した。プレイリーは補助巡洋艦に改装され、北方偵察船隊に配属された。その後来た大西洋艦隊に配属となる。米西戦争の間、プレイリーは1898年7月から8月にかけてキューバ海域で活動し、8月28日にマサチューセッツ州のフォアリバーゾー戦所に帰還した。 1899年3月15日、フィラデルフィアで退役する。プレイリーは1899年3月23日に予備役状態で任務に復帰し、海軍民兵を乗せて大西洋を巡航その後1901年2月18日にニューヨークで退役した。パリ万国博覧会にアメリカ政府が出品する展示物を運搬し、 その後1901年11月9日にボストンで訓練艦として最終役し訓練任務に従事した後1905年6月14日にボストンで退役した1906年9月26日輸送艦としてボストンで最終役し大西洋艦隊に配属されるキューバの正常が不安定になると1907年3月から4月にかけて 同地での権益保護任務に就く。その後海軍民兵の訓練任務を再開し、1907年5月から9月、1908年7月から8月、1909年7月から8月にかけて任務に従事した。1914年にはベラクルス占領に参加した。プレイリーは1917年後半に駆逐官母官に改装され、 第一次世界大戦に従軍した。プレイリーは1922年11月22日にカリフォルニア州サンディエゴで退役し、同日除籍された。その後1923年6月22日にオークランドのルイス・ローゼンバーグ社に売却された。ありがとうございます。